里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、開幕前に大予想をしたいと思います。はい、今年のベストナイン、うん、大和田選手はこの選手だ。おお、じゃあ、あの今年のベストナイン取る人を予想してるわけではなく、予想するってこと？予想するっす、はい、だからまあね、うん、普通にベストナイン予想しても、はい、それはだってピッチャー菅野とか、はい、ショート岡本、サード岡本、ショート坂本とかってなるじゃん、まあ、うんうん、はい、なります。だから、うん、この企画は、はい、今まで一度もそのポジションで、うん、はい、ベストナインを取ったことない選手が、はい、ひょっとしたら1年後、はい、初受賞するんじゃないのかっていう選手を予想するっていう。あ、なるほど、はい、ほうほうほう。この選手は、うん、ひょっとしたら、うん、ね、うん、巨人の坂本、ほぼ坂本だけど、うん、ひょっとしたら坂本に勝つのはこの選手ちゃうかとか、もしかしたら取る可能性あるよっていう人ですね。パリーグの外野だったら、はい、柳田、うん、吉田正尚、近藤、うん、ガチガチじゃん、はい、だけども、うん、この選手だったら、うん、その穴を縫って、うん、ベストナイン2021年、はい、取れちゃうんじゃないのかっていう。面白い。だから今、だからこの企画は、うん、今まで1回でもベストナインを取ったことある選手は省いてます、はいはいはい、だから1回もこのベストナインという賞を受賞したことない選手だけで、はい、里崎が、うん、まあ、袴田さんも一緒に考えましたけど、はい、この里崎チャンネルが独自で考えて、はい、うん、ひょっとしたら、うん、ベストナインあるかもよっていう選手を予想します。はい、はい、いや、これ結構面白いですよね。だってみんなありえるんですもんね、うん、ありえるんですよ、うん、しかもありえる選手を言ってるんで、はい、だからその代わりね、うん、そのいる人たちがアドバンテージあるのは事実なんで、うん、はい、ひょっとしたら負けるかもわかんないですけど、勝つ確率もあるよっていう、はい、いや、そうです。だって普通の予想したらね、うん、もう大体レギュラー言えばいい、強いチームの、ね、レギュラーとかね、面白くないじゃないですか。大体一緒ですもん、ね、だからこの、ね、うん、はい、ポジション9個、うん、9人います、はい、だから9人の中から2人入ったら成功じゃない、うん、いや大成功だと思います、ね、はい、強靭な人たちいるから、うん、はい、っていうところで、はい、今日はパ・リーグ編です、はい、じゃあキャッチャーから、はい、パ・リーグのキャッチャーは、はい、若月です、うん、いや、ありえますよ。いや、去年のね、うん、前半の打撃をしっかりやってくれれば、はい、うん、入るチャンスあるのよ、はい、で昨年はしかもね、森が若干落としたっていうのもあるじゃないですか、はい、うん、で、まあ、あの取ったことある選手で言えば、うん、まあ、甲斐、はい、森、うん、そして田村とか、はい、結構、うん、あのいるのよ。いますね。でそうなってきたら選択肢が狭まる中で、はい、うん、ワンチャンのは若月ちゃうかっていう。そうですね。やっぱでも甲斐選手っていうのはすごいライバルだと思うんですけど、甲斐森ね、はい、この2人はやっぱかなり高い壁、うん、でも去年もね、森もね、成績落として、はい、まあ、それでも2割5分超えてホームラン9本だから、はい、まあ、高いんだけど、うん、あのそれを乗り越えて取れるかどうか、うん、チャンスはあるね。去年前半の攻撃を1年間続けられれば、はい、これチームはすごい、じゃあ、まあ、もしかしたら低迷するかもしれない、うんうん、でも打率が2人より上だったら取れますか。でもホームランとかの兼ね合いもあるから、打点とか。あ、そうかそうか。でもだって俺も初めてベストナイン取った時は、はい、ロッテ B クラスだから。あ、そうですか、うん、2006年ね、はい、だからそう、順位も多少関係あるけど、うん、それに関係ないぐらい圧倒的な成績を残せればいいから、はい、キャッチャーね、うん、若月に初受賞してもらいたいですよね、はい、そうですね、はい、ありえますね、うん、で続いてファースト、はい、井上誠也。お、ね、これです、はい、まあ、山川とかね、うん、あとは、まあ、ソフトバンクだったら中村晃入るかもわかんないし、はい、で、まあ、あの楽天だとね、うん、浅村入ったり鈴木大地入ったりとか、はい、まあ、外国人っていうところも来るし、うん、日本はね、中田翔っていうところがいる中で、はい、井上がね、はい、昨年最後成績落とさなかったからいい感じに来てたのよ、はい、涙からね、ちょっとムルルってなっちゃって、うん、でもチャンスあると思う。そうです、ね、坊ちゃんも、はい、ベストナインにしっかりとして1年間メンタル保ってね、うん、頑張れれば、はい、やっぱ中田翔選手、山川選手とかに打ち勝って、うん、まあ、うん、ここね、ファーストのね、うん、一番難しいのは、はい、タイトル取るのよ。うん、そうね、ホームラン王とか、はい、打点王とか、うん、だからそれに負けないように、うん、タイトルに絡んでいけば、ブーちゃんもチャンスあると思う。ホームランを取ったら入れますよね。うん、全然入る、うん、もう確定よ。確定ですね、うん、だそこをね、期待したいですね、はい、でセカンド、はい、シュートです。おお、そこまでね、取ってないですもんね、うん、去年も50個でしょ、はい、120試合で、うん、143試合あったら60個とかできると思うんだよ、はい、あるんちゃうん、シュートっていう。
いや、あり得ると思う。だってセカンド強いんでしょ。いや、もう浅村選手が5年連続取ってるんですよ。壁が高い。争いする人なんでね、うん、だって そこは他にもよ、はい、殿崎とか、うん、中村翔吾っていう、はい、ところもいるわけでしょ、うん、日本ハム渡辺とか、はい、でも浅村に勝つためには、はい、飛び道具の足で60個70個盗塁したらすれば、はい、あるんじゃないのかっていう。そうですね、うん、ただもしかしたら浅村選手がじゃあセカンドじゃない可能性あるあるある。ファースト、そうですよ、うん、そうなったら可能性出てきますよ、うん、ここはシュートがね、はい、初のベストナイン、うん、はい、期待したいですね、うん、ありえますね、はい、で続いて、はい、サードです、はい、サードは安田、はい、サードも、はい、結構レベル高いと、うん、そうですね、うん、サードが去年が鈴木大地選手、はい、で中村武也や松田選手、ウィーラー、レアード、中村、銀次、マギー、中村って感じですね、うん、まあそのね、外国人でもホームラン、はい、ボールが来るわけよ、うん、その中で安田もね、はい、まあ、昨年の成績じゃまだまだベストナインにほど遠いけども、はい、昨年のこの起用をしっかり経験値に変えて、はい、今年負けるな村上で大きく育てばワンチャンあるよね。いや、ありえますよね、まあ、あるぐらいいけばこのね、井上安田がベストナインに絡めばもう優勝よ、ロッテ、ロッテ上いきますね。ああ、いっちゃうね、うん、でもここね、壁は高いよ、はい、まだまだね、もしだってソフトバンク栗原がサード来るんちゃうか噂もあるし、ね、うん、いや、ライバルは強いですよ、うん、まあ、でもそれにね、うん、チャンスあんじゃないのかって期待はしてるよね。そうですよね、うん、ベストラインね、結構皆さん年が上になってきてるんですよ。そうそうそう、ね、うん、チャンスで、しかもね、浅村みたいに5年連続とかいないから、はい、ちょこちょこ動くから、うん、チャンスはある、ね、ありますね、うん、で続いて、はい、ショートです。はい、ショートはこの方、おお、あるんちゃう。いや、あると思いますね、はい、だって新人王もね、平と負けちゃったけど、はい、うん、まあ、チャンスあったじゃんね。すごいいい活躍をしました、うん、でそこで、はい、小深田がね、うん、ひょっとしたらあるんじゃないかと。ショートはちなみに誰がいるんですか。ショートはですね、こう3年連続源田選手です。ああ、高い、山が高い。そうですね、でその前に今宮選手で鈴木大地選手、中島拓也選手、うん、ああ、だってね、今宮も復活してくるかもわかんないし、経過がね、こう、はい、まあ、でもね、小深田チャンスあるよ。足もあるしね。あります。でもね、はい、ライバルいるの、はい、茂木。同じチーム内でだからね、俺ね、ショートはね、茂木か小深田にしたいんだよ、はい、だから勝った方来る可能性ある ね、どっちかが掴み取れば、うん、それが茂木がサードっていうのもあるけども、はい、まあ、茂木か小深田、レギュラーで入った方ってことですね、うん、がベストナインね、チャンスあると。いや、これでチームがね、もし上の方に行ったとしたら、うんうん、なり得る可能性はすごいあります。そうそう、でもチーム内競争勝てなきゃいけないからね。そうですね、そこもあるけど、この2人にはね、だって茂木も去年、だって佐々木チャンネルベストナイン茂木だもんね。あ、多かったですね、序盤その活躍して、かなり多くてね、うん、だから茂木もね、チャンスあると思うんで、はい、あります。そういったところではね、はい、この2人に注目ですよね、はい、続いて外野です。はい、外野結構もうパ・リーグは、はい、ガチガチよ。いや、もうほぼね、メンツ一緒なんですよ、うん、大抵柳田選手、うん、近藤健介選手、吉田正尚選手みたいな感じですねこれ高いのよ。そうですね、山が首位打者吉田よ、でトータルバランス柳田、はい、で、あの安打製造機近藤、その3高いよ、山は。そうですね、でもそこに風投げよ、はい、っていうところで、うん、佐々木チャンネルが選んだベストライン、はい、こちらです、うん、まず1人目、はい、太田大志。いや、ありえますね。ありえる、ここは、うん、ある十分風穴を開ける、うん、あの能力ある、守備力も高いし、はい、そういった面ではベストラインのね、うん、可能性は十分にあると。ありますね。でもう2人目が、はい、西武の金子です。おお、それこそね、秋山選手が、ね、そうそうそう、で足も絡めて、うん、盗塁を取ったりしながら、はい、結果残せば、うん、もうチャンスあると思う。ありますね、うん、でもう1人が、はい、こっちが本当の大穴です、はい、藤原です。おお、いや、うまくいったな。あるある、だからもう希望枠ね、はい、ここは活躍してくれっていう、うん、だから9人の中で1人の希望枠、はい、藤原、うん、うまくベストナインにね、まあでも期待はするね、あの活躍を1年間できれば、うん、で頼もしい存在だしね、うん、根尾、小園よりも一歩抜きに出てね、うん、だ村上のようにその世代で先頭走ってもらいたいですね、うん、そうですね、うん、優勝したチームから選ばれることってやっぱ多いじゃないですか、うんうん、そうしたら今選んだ井上選手、安田選手、藤原選手3人入る可能性もね、十分ある。わかんないですよそうだったら、はい、ロッテ優勝です、はいはい、優勝したらって感じかもしれないですね、うん、で最後、はい、ピッチャーです。ピッチャーね、こちらです、うん、山本由伸。
取ってないのか。取ってないのよ。そうですね、意外に、はい、ピッチャー誰ですか。そっか、今までは千賀投手が2年取ってます、うん、でその後がその前が菊池雄星投手が2年、うん、大谷翔平選手が2年、うん、で金子千尋選手、田中将大投手みたいな。だからね、うん、何気に取ってないの山本。そうですね、これはねあると思う、うん、でも同じ選手がずっと取ってるので、うん、しかも沢村賞もあるからね。確かに山本の場合は、うん、だからこの中で2人、うん、まあ、2人いったらすごいでしょ。だって山高いからね。いや、そう、だからやっぱキャッチャーのライバルはやっぱ森海でしょ、うん、はい、でファーストはやっぱ中田、はい、山川でしょ、はい、でセカンドはやっぱ浅村がいるでしょ、うん、でサードはだからその鈴木大地なのか、はい、沼貝が夫人なのか、うん、まあ、マッチが復活するのかっていうところもあるしね、うん、で中村おかわりくんもね、まあ、出足ちょっと遅れてますけどね、うん、でショートは源田で今宮がもしね怪我治りだったら、で外野は柳田近藤吉田、はい、壁高い、うん、高いですねけど、はい、俺はこの挙げた9人は頑張ったらあると思う、うん、あると思う。1人は入ってほしいですね。うん、そうだね、うん、まあでも山は高いけど、はい、それだけの能力ある選手を挙げたつもりだから、はい、まあ、しっかり頑張ってね、うん、あの本当に初受賞、うん、やっぱりそれねもらうともらわないもねもう大きく違うから、はい、ぜひ頑張ってベストナイン選ばれて、うん、はい、でもし一人でも選ばれたら、はい、あのチャンネル内で祝おう。あ、そうですね何入ったかって動画撮りましょう。そうそう、撮りましょう、撮りましょう、はい、ということでね、まあ、今年1年ね、はい、まあ、皆さんのね、うん、今まで取ったことない選手でね、うん、期待してる選手もコメント欄にね、うん、載せていただければなと思います、はい、さあ袴さん、はい、最後に恒例の何頑張ってあげて。これ誰向けですか。こ こ全員初受賞、初受賞、はい、ベストナイン初受賞に向けていきます。初受賞を狙う皆さん、いけますよ。ベストナイン頑張れ。